はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。今ログインした直後にめっちゃゾンビの声聞こえてね、怖かったんですよ。とりあえずやっていこうか。でね、アルファ 14.3 になりました。なりましたんで、うわー、今のゾンビです、今のゾンビです。どうしましょう。今だ、逃げろ逃げる逃げる逃げる。どこだ、あっちだ。ああ、ここ犬が来るかもしれないからやめて。アルファ 14.3 になったんで、パチの音ちょっと、ちょうど夜になるし読んでいこうかなと思ってます。で、その前なんだっけ、なんかやっときたいってやったよね。そうそうそう、なんかいっぱい作りたかったんだよ。作りたかったんだよ。ちょっとこの石ばらそうか。アルファ 14.3 になってね、なんかいろいろ変わりましたっていうのは違うな。修正フィックスが多すぎてやばい。多分全部は紹介できないです。あのね、隣のウィンドウに開いてるんだけど画面1枚に入りきらなかったです。相当多いね。とりあえず簡単なチェンジとして、チェンジつかアデットだね。追加された機能としては、まず一つ目が、プログレスバーto skill in the skill screen shows current level and XP。 お、いいね。スキルの、これに、お、経験値バーが出てきました。これはわかりやすい。これわかりやすいね。これいいんじゃない？これが経験値バー。こっちも出るようになったね。なるほど。なんか全然違えけど。合ってないんだけど。これもしかしてレベルかな？かもね。レベルかもね。そうだね、レベルかな。わかんねえな、わかんねえな。やばい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 、犬来てる、犬。バレたバレたバレた、俺バレた。あっぶねえ、犬ほどの日なの完全に忘れてたわ。あれ犬、あ、やばいね。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようどうしよう。大回りで帰るか。ここにも犬いると思うんだよ。俺が突っ立ってた場所に来てたんだよ、犬。で、経験値バーが追加されましたと。犬いないな。なんでだろう。犬いないね。まあいいや。で、スキルグループカテゴリー、グループアイコン&ソーテッドオールスキルズ&パーク、うお、ゾンビ。パークイントゥディーズグループオールファイアームウェポンツールトラップ。まあ、なんかわかりやすくしたのかな、スキルのアイコンも。ちょっと見てみないとわからんね。どうしよう。あ、違う。石300個か。300個じゃ一晩もったないかな。もうちょっとなんかね、レベル上げできるように木とか。で、スキルアイコン K だっけ、違うな、これかな。なんかこれ変わってる、わかんねえな。あー、なんかタイプが出てるのかもね、この左ので。アイコン、武器はこの剣みたいな。アスリートとかクラフトとか、多分そういうことかな。スキルグループカテゴリーグループアイコン、そういうことだね。多分カテゴリーグループアイコンができましたよと。で、You can craft destroyed stone to backfill holes while mining。 backfill holes ってなんだろう。何、穴埋めのなんかに使えるのか、destroyed stone を。 destroyed stone ってなんだよ。 destroyed stone 穴掘ってる時に出てこねえし、あれでしょ、あの砕けた時とかに出るやつでしょ、デストロイドストーンって。うわ、ゾンビたち来るね。ちょっと引き上げよう。草刈りして引き上げよう。とりあえずアックス強いの作りたいからね。85、もっと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 。で、どこまで読んだっけ。
デストロイドストーンか。デストロイドストーンって上にあったっけ？上にあったら試してみよう。なかったら諦めよう。なんか作れるようになったっぽい。バックなんちゃら。ないね。PA？ フィル。ないね。つかも作っとけよって話だな。わかったわかった。作っときます、作っときます。アックス、ストーンアックス。よい。で、次が、ニューラージャーアイリスオーバーレイフォーフィメールアイエイジアン。女の人だね。関係ないな。まあなんか見た目変わったのかな。どうなんだろうね。燃やせ燃やせ。燃やしてもなんもねえな。なんもねえな。なんも作れないじゃん。ちょっと待って、アルコールとかこれいいかな。ちょっと待った。とりあえず燃えて。とりあえず燃えてもらいたいかな。で、水、あ、ちょ、あ。で、水があるから、レッドティーを作ろう。ついでにゴールデンティーも作ろう。よしよしよし、燃えろ燃えろ。はいはいはい。で、ご飯もしまう。あ、メープルツリー植えてきてもよかったね。あ、これもある。あれ、こっち。こっち。お、なんか、なんでこれ緑色になってんのかわからんけど、緑色だね。なんか緑色になってるね、こっちが。入ってるの分かりやすいよってことなのかな。ゴミ箱っぽいの欲しいな。石は、これキャンセルしまして、そうだね、すぐ燃え尽きちゃうもんね。よいしょ。スタックできねえからな、ツールは。ダメだね、もう捨ててった方がいいな。めんどくさい、めんどくさい。捨てていこう、それが一番いい。じゃあこのツールバックスもいらない。ポイポイしよう。はい。で、アックスを作ります。よし。よしよし。で、読もうか。ニューラージャーアイリスは読んだ。ニューフェームエルベースドテクスチャーなんで、女のキャラクターなんか変わったって言ってるね。また。うん。まあいいや。で、次、メールフィメール T シャツ。新しい T シャツ追加されたのかな。で、アディット90ミニッツデイ、デイなんちゃらオプションっていうから、90日、1日を90日にする設定が追加されましたよ、つってるね。で、あとが、あ、これでアディットは終わりだね、追加されたのは。なんで次は、チェンジ。ハズマットユニットスーツイズ。なんだこれ。Now, closing, leg and chest armor is allowed to be worn with it. ようわからん。ハズミットスーツっていうのがわかんねえ。拾ったことないもんね。Updated weather to lead up to storm more predictably.タブリ。なんで、ストーム。嵐が予想できるようになったのかな、もしかしたら。嵐来そうっていうのが分かるようになったのかな、分かんないね。アップデートウェザー、これ読んだ、さっき。ちょっと待ってね。これも溶かしちゃえばいいですね。
かしちゃえばよくない？よし、で、スライトリーレデュースドヘッドショットじゃない、その下、その上、アプレートドウェザー読んだ。じゃあスライトリーレデュースドヘッドショットマルチプレイヤー、マルチピーラーオンアローズボルツ、マルチピーラー、ヘッドショットの倍率下げたんだって、弓とクロスボウの、マジか。しかもその次がやばい。あ、置いて。置けなくなっちゃった。置けた。その次がやばい。立ち悪い。ボウ&クロスボウはノーロンガー 100% アキュレート。なんで、弓とクロスボウの命中率がもう 100% じゃねえよ、つってる。どういうことなんだよ。ちょっと撃ったところに飛んでかねえのかな。わかんねえな。ゾンビに向かって撃たないとわかんねえな、これは。マジか。そんなバカな。何これ。火つかねえんだけど。新たなバグ？で、スライトリーレデュースドヘッドショットマルチプレイヤー、あれ。何回ダブってんのこれ。ティックエンドフィメールアイブロウテキスチャーという、まあなんか見た目変えたんだね、フィメール。またさらに、あ、これつける必要ないじゃん。水はいっぱいあんじゃん。じゃあ56だって。これ作っちゃう、いっぱい。あれ、あ、もう作れんくなっちゃった。なんだっけ、ウーテン、クラブ、これ、400本ちょっとやりすぎな気がするけど、まあいいか。よいしょ、いい。これクリックで入ればいいのに、あっちね。入らねえよな、さすがに。あ、これよくの燃えるね。いいね。で、次がなんて、ちょっと待ってね。はいはいはい。ウェポンクロスヘアアボルダー so you can see themEasier in daylight and snow areas better. なるほど。クロスヘア、この真ん中に出てる十字架のやつが太くなりましたって。本当に太くなったのかな。でも確かに濃くなった気がするね、色が。うん。で、雪とかお昼とか見やすくなったよって言ってるね。それはありがたいんじゃないかな。どこにあんのってなってたかもしれないからね。待って、よいしょ。よいしょ。で、次が、リプレイスドブックケーステキスチャー、なんかブックケースのテキスチャー、ブックケースのテキスチャー変えたっつってるね。で、またアイテクスチャーベターとか、また見た目だね、これも。デリテッドアイユンセットアイテクスチャー、また絵だね。アップデートエイジアンヘッド、またこれも見た目だね。見た目アップデート結構多いね。見た目は私は、もうどうでもいいかな。自分見えないんだもん、だって。スチールコンクリートピークスオンリーダキーアイテムス、あ、ゲーテッド。なんだそれ。スチールピーク。おう。あ、見た目変わった、確かに。服が脱げただけだな。スチール。ちょっとこれ見にくくね？まあいいや。数値これかな？違うな。これか。違う。
あれ？なんゾンビがめっちゃ歩いてる音する。まあいいや。なんだっけ、クラフトっぽいのがあるんじゃないかな。あ、これっぽい。スチールスミス。アンロックスチールスミスエクスピランド。ポージ。わかんないね。わかんない。でもコンストラクションツールのレベルが40必要なんで、コンストラクト。今、はしご登ってる音しませんでした。気のせい？このガチャガチャ音ってどこ歩いてる音だっけ？まあいいや。気にした負けだ。で、どこだっけ？テキスチャーなんとかっつった。そういうのどうでもいいけど。よいしょ。で、ボー&クロスボーは読んだ。スチールコンクリートピークは、これわかんないんだよね。キーアイテムって。ゲーテッドって。どういうことなんだろう。わかんない。ちょっとごめんなさい。わかんないです。このピークは。で、フォージドアイアン、スチール、キャン、リアリービー、ファウンド、アズロン、ルートオア、ハーベステッド、アップル、ノメリックプレイスタイル、ウィザウトフォージーズナウポスブ。どういうこと？フル、ノマディックプレイスタイル、ウィザウトフォージーズナウポスブ。ああ、なるほど。フォージドアイアンとかスチールとかが、レアアイテムとして、うわ、気持ち悪いかめ。レアアイテムとして出るようになったよって。だから、フォージなしプレイをやろうと思えばできるよっつって。そんな無理だっつーの。そんな無理だっつーの。フォージなしプレイとか、鬼畜だわ。なんだっけ。そしたら、インプルーブド、アドジャステッド、サードパーソン、トーチライト。三人称、俺三人称プレイしてないかわかんないんだよね。三人称でのなんか、トーチのやつが良くなったよって。三人称できるんだっけ、このゲーム。多分できるんだろうな。それかもしくは他人のを本当に見てることの三人称の意味なのか。とりあえずそのトーチのライトを見やすくなりましたみたいな感じだったよね。あとはフラグストーンイズクラフテッドフロムアンドリペアードウィズカーボストーンブロック。フラグストーンがカーボストーンロックが作れるようになったのかな。あと、リペアもできると。で、レコナイズドクロッシングルートリスト。わかんないね。リオーガナイズドか。なんか服のリストを直しましたと。ゾンビフットステップスアーラウダー。あ、いいね。ゾンビの足音大きくなりましただって。じゃ、これで後ろから忍び寄られるのが減るかもね。で、次。ウィンド、ナウ、ストップムービング、グラス&ツリー、ウェイン、イッツ・ハズ・スノード。へぇ、風でこの、動いてたんだ。あ、動いてるね、草。すげえじゃん。これが、なんだっけ、雨、レイン&スノーって言ってたっけ？の日は、動かなくなるよってことかな。今どこ読んでたんだっけ。あ、これだ。グラス、ツリー、イッツ・スノード。ウェイン・イトアーズ・スノード。あ、スノー、雪が積もってたらってことかな。積もってたら動かなくなるのかな。かもしれない。わかんない、ちょっと。
オールバフユーズ&ディスプレイリアルタイムミニッツオアセカンド。おー、バフの時間ってゲーム内時間表示してたの、もしかして今まで。で、それが、どこに出るんだっけ、ここに出るんだっけ、ここか。それが今回からリアルタイムの時間を使われるようになりましたよって。これありがたいね。感覚わかんないもんね、ゲーム内時間だったら。3分だとか思ってたら3分持たないしみたいな。で、次が、デリテッドアンユーズドアイテク、あ、これめっちゃ戻ってる俺。ドラッグモストライク、あー、車からエンジンが出やすくなったっぽいね、ちょっと。いいね。まあありがたいのかわからんけど。で、ノッキンダウンドア、ゲッツユーサムリソース。なんでドアを殴ったらリソースが出るようになったね。あと何本作るんだよ。200本作るんだって。ドア叩いたらリソースが出るようになりました。で、ラウダーでしょ。どこまで読んだ。ウィンドウール、ステップ読んだ。ハーベスティング読んだ。ノッキング。ハーメッツ。ちょ。なんでそこでお前が鳴り出すし。ちょっと待って、びっくりよ。びっくりよ。マジびっくりよ。で、なんだっけ、何してたんだっけ。ホーメット。Always harvest for honey. お、ハニー毎回出すようになったっぽい、ホーネットが。これはありがたいね。あ、あいつ実験台になってもらおう。あ、でも当たるんじゃない？これだいぶいい感じに。全然アキュレートじゃん。あ、でもヘッドショット出ないのか。わかんないね。ちょっと下降りてみないとわかんないね。でもまだなんだよこれ。アップデートログ全然これで 100% じゃないんだよ。ちょ。やばい、やばいの来た、やばいの来たよ。やばい、当たんね。これは終わったかも俺。これは終わった。終わったね。多分終わったね。これ、フェラル前にホードが発動したね。ちょっと待って。じゃあもう今回ここで終わりにしましょう。次回頑張って、あれ？何が起きたし、ここ。なんか、何が起きたし。鹿さん、どうした？ダメだ。あの鹿さん、ハーベストできねえ。じゃあ今回ここで終わりにしましょう。で、次回は、ちょっとごめんなさい。まさかこんなに長くなると思わんかった。なんだっけ。パチノと読むのが。でも全然アキュレートなんですけど。生きてるね。全然弓アキュレートなんですけど。あ、ちょっと待って。これキャンセルしよう、一回。全然アキュレートだよ。命中率全然いいよ。どうした？よし、というわけで今回ここで終わりたいと思います。次回もうちょっとパッチノートの次はチェンジじゃない、フィックスの部分読みながら、まあ大きなの変更はもう読んだと思うんで、読みながらやっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。よろしかったら次の動画を見てください。